IBM ソーマーズ事業所を広場から見る IBM ソーマーズ事業所は、米国ニューヨーク州ウェスチェスター郡ソーマーズにある IBM 社の事業所で、i m p e が設計したモダニズム建築風の事務所、ビル群で、1980年代には、付近の様々な施設に分散していた IBM 社の主要グループ及び事業部の本部機構。 客先用デモルームなどが集約されたのであるが、2016年には IBM の手を離れている。ユスグスから見た IBM ソーマーズ事業所上から見ると、ガラスのピラミッドのように見える三角形の屋根をいただいた4つのビルが丘の上のサービスビルにつながっている。土地は3.0平方キロメートルあり、オフィススペースは11万平米ある。持ち主はべて IBM でグローバルサービス、 ソフトウェア、システムズテクノロジーグループなどの主要事業部及びグループの本部機構が入っていた。住所は IBM コーポレーション294ルート100、サマーズ、ニューヨーク1589。ニューヨーク市の北郊外にあり、1983年に近くのペプシコーラ社の事業所の認可に続いて計画が始まり、 1984年から1989年にかけて5,500万ドルの費用をかけて3,000人を収容するスペースのビル群が完成し、それまで近くのペプシコーラの施設の売却に続いて2016年9月に IBM もこの事業所を売却して当時徐々に少なくなっていた従業員は退転した。2018年9月には ここに全寮制学校を設立する計画が明らかになっている。1995年 IEE 建築賞をもらっている。2003年社内ボランティアのサマーズ・ソングスターズが IBM100% クラブの歌をアメリカ民謡、鮮度は続くよ、どこまでもに合わせて歌い、レコーディングしている。ホワイトプレーンズ及びハリソンをほぼ東西に通る。 週刊高速道路287号線から北へ分かれる週刊高速道路684号線がニューヨーク州道路22号線と交わるところのアーモンクを過ぎてさらに北へ22キロほど行ったところの週刊高速道路の西側にあった IBM サマーズオフィスコンプレックスハット IBM コーポレーションオフィスインフォメーション ハット IBM セルズサマーズキャンパスフォー三十一点七五ドルメリオンハットアカデミーシックスサマーズ IBM ビルディングフォーステートオブザアートキャンパスハット IBM ワンハンドレットパーセントクラブありがとうございます。